こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、ビレッジ見てまいりました。前半ネタバレなしで後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。今作ね、結構初めて尽くしのね、映画だったなと思います。個人的にね。藤井道人作品、初めて見ましたね、僕。うん。ヤクザと家族も見てなくて、あ、こういう感じなんだというね、ところも体感しましたし、あと、横浜流星ですね。はい。横浜流星が演技してるところを初めて見たんですけど、よかったですね。はい。こういう人なんだっていうね、闇がある感じ。あと、全然覇気がないところから、やさぐれ具合も良かったし、そっからね、ハキハキ後半喋っていくんですけど、そのね、コントラストというか、前半と後半でしっかり別人に見える俳優ってところでね、かなり良かったなと思います。限界、もう無理っていうね、ところがかなり出てたなと思います。まあ、ここまでかっこいい横浜流星はね、なかなかないんじゃないかっていう感じでした。はい、横浜流星めちゃめちゃいいなというね、横浜流星の魅力はめちゃめちゃ出てた作品でございましたね。話としては、まあ、村スリラーとか、村サスペンス。ものなんですけど、良くも悪くも思ったように進まない作品かなと思いましたね。よくある村サスペンスホラーっていうとね、限界集落の闇っていうか、日本の暗部をこうメタファーとしてね、詰め込まれたね、もうドロドロとした、人間描写と、えげつない人が出てくるみたいなイメージがあるんですけど、その辺はまあ結構マイルドだったなと思いましたね。まあ PG-12 設定なんで、まあそういうのもあんのかなと思いながら、まあ僕としてはちょっと物足んないかなと思いましたね、正直。やっぱね、その、えぐくなればなるほど、R 指定になってったりしちゃうんで、まあその一応全年齢対象のサスペンス。結構ハードめなサスペンスってところで頑張ってたのかなと思いましたね。はい。まあ結構ね、顔血だらけになったりね、めちゃめちゃみんなタバコ吸ったり、性被害描写みたいなね、ところもあったんで、この PG-12 っていう年齢設定にしては頑張ってたなと思います。多分ね、藤井道人さんも、まあ、もうちょっとやりたかったのかなっていう気もしましたよね、見てて。先ほど言いました、限界集落の闇というか、日本の暗部みたいなところですね。もうこう描いていくんですけど、なんかそういうね、もうどうしようもないやつに、虐げられて、最後爆発するみたいな話じゃないんですよね。冷たい熱帯魚みたいなね、最後、シャモトが爆発して終わるみたいな、そういう感じじゃないんですよね、今回。結構、なんか元、そもそもね、村八分にあってる、主人公の横浜流星がね、耐えまくる前半みたいなね、あ、そういう感じなんだっていうね、僕の知ってる村映画だと、序盤で結構人死ぬんで、結構意外と平和な、映画だったなと思いましたね。随所で出てくるモンタージュだったりね、あと一箇所ね、長回しのアクションシーンがあるんですけど、その辺はね、見事、うまいなと思いましたね。はい。モンタージュのカットバックもね、なんか見たことない、カットバックでしたね。ここは面白いポイントだったなと思います。はい。一ノ瀬渡さんがね、今回も良かったですね。はい。あれですね、宮本から君への、どうしようもねラグビーの男と、あとは、ハイアンドローのね、いつも NWA の T シャツ着てる親子のやつね、はい。いつも結構ね、いいところにいるんですけど、今回もね、うわーもうどうしようもね嫌なやつ。もう限界集落にいる絶対役っていうところで、もうこのね、公演です。素晴らしいですね。まあ、そんなところですかね。じゃあ、こっからはね、ネタバレありで話していきたいなと思います。冒頭良かったと思います。夢についての文章があって、脳が入るというところですね。で、脳が入ったら、その、お父さんね、はい、ユーのお父さんが、家に火つけてるところとカットバックしていくと。ここのカットバックの見せ方、うまかったですね。この引き込み、ドア玉の引き込みはとても良かったと思います。はい、何が何なんだろうっていうね。で、タイトル出るタイミングもね、英語の明朝体のフォントに、脳の仮面がこう、ダンと。一緒の画面に出てくるってことは、まあ、ほとんどないと思うんで、そういうデザインセンス、かなり良かったなと思います。で、その次のカットで、この村のね、現状がもう、まざまざと出てくると。力関係をね、まざまざと見せてくる。ここもね、かなりワクワクしたんですけどね。まあ、賭博の喧嘩。主人公のユウがね、喧嘩させられて、で、賭けの対象にされてるというね、シーンになってましたね。で、賭けをしてる人と、賭けを仕切ってる人。と戦わされてる人っていうね、この三者
の模様で力関係が分かるようになってたなと思いますね。はい。で、ここでもユウはもうどうしようもない一番下の人間だっていうねことが分かりますね。賭博の対象だし、ボコボコにされて負けさせられる人ということでね、どん底だというのが分かります。で、まあもうここで結構追い詰められてるんですけど、あ、そう、それで言うとね、この今回ね本当に追い詰められます。藤井道人さんの次の作品ね、最後まで行くだっけ、あれ来月やりますけど、あれもねなんか結構主人公追い詰められそうな予告だったんでね、なんかそういうのが得意な人なんですかね。はい、ちょっと他も見ないと分かんないですけど、はい、そんな感じで、で村八分に会ってるのがここのスーパーに行くと分かるんですけど、スーパーで、ね、買い物してるともうなんかいろんなね、いろんなババアたちがね、陰口をずっと言ってるっていうねところがありまして、で、まあもうここですげえ嫌なんですけど、帰ったらね母親がね金せびってくるっていうね、ここもすごい嫌だね、もう最悪な生活だというのが分かりますね。さらにさらにね追い打ちをかけるようにね、夜の仕事もあると、違法投棄をね、埋める仕事をやってますと。はい、もう絶対やばいじゃんっていうね絶対黒いやん。もうこの冒頭の時点で、ていうか一ノ瀬ワタルさんがやってるトールですね。はい、この人のね、入れ墨、あの田舎でトライバル系のタトゥー入れんだとか思ったけど、まあタトゥー入ってる人が上司っていう時点で結構、あ、これやべえ会社だなってのは、やべえ村だなってのはわかると思うんですけど、さらにね、夜ヤクザがやってきて、不法投棄のね、ゴミを捨てさせられると。で、ゴミも、どっから持ってきた何のゴミなのかっていうのもね、あんま説明されないと。このね、説明しないのは良かったと思いますね。すげえ怖い。逆に怖くなるから、観客の想像力に任せてね、やってるってところ、ここは良かったと思いますね。っていう感じでね、もう村自体もどん詰まりだというのがわかりますね。はい。で、この辺でね、なんでしょうね。まあ、この村自体が日本のメタファーになってるんじゃないかなというのはありますよね、やっぱり。上だけがこの得をするね、社会。末端の人たちはもうどんどんもう本当にどうしようもない。こんなことやりたくねえよって感じのことをずっとやらされてるという感じがありましてね。で、もう最悪の最悪、闇の仕事もやっちゃうというね。そういうこの関係性がね、すごくメタファーになってたなと思います。黒木花さんの岬、帰ってきました。はい。というところ、こっからね、話がかなり変わっていくと。はい、冒頭は、この主人公、ユウのね、現状をこう見せて、こういう村で、こういう立場で生きてるっていうのを見せて、で、そこで、まあ、外の人が入ってきて、どう変わっていくのか、ぐちゃぐちゃしていくというね、冒頭の次の展開になっていくと思うんですけども、まあ、この宴会ですね。この宴会が、うまかったなと思います。ここで主人公の親が冒頭の放火してた人だったっていうのがね、わかるという風になってましたね。この辺でうっすら分かってくるという感じ。なんか犯罪者呼ばわりされたりね、もうなんかもう腫れ物を扱うようなね、扱いになってる優ですね。っていうところで、あ、これは冒頭の火つけてる人親父だな。だからここのシーンまで父親が出てこないなとか思ったりして、自分家じゃない家を放火したから村八分に会ってんだろうなっていうね、このなんとなく分からせるっていうか、このちょっとずつね、謎が解けていく感じは結構ちょうど良かったなとは思いましたね。はい。で、まあここで美咲とね、優がねくっつくわけなんですけど、結構ねその見られてる描写みたいなものがちょいちょい出てくるんですよね。村映画特有のこの演出かなと思います。はい。狭いコミュニティで常に誰かに見られてるっていうね、このプライベートのなさみたいなものがここに見られてる、聞かれてる描写に出てたなと思うし、あとね、美咲の弟が見てるっていうところも後半というかラストの展開にも繋がってきてたなと思いましたね。で、優がですね、広報担当としてね、表にどんどん出てくっていうね、ことになってくんですけども、まあそうなったことによってね、ゴミ収集所の立場の最下位、カースト一番下のやつが抜けたってことで、どうなるんだっていうところなんですけど、その、金髪の後輩ですね。彼が取って代わらされて、喧嘩のね、負け役の対象になってるというところですね。この、だからその終わらないループというか、常にこの誰かを蔑まさないといけない、攻撃する対象を常に探してる感じね。これもね、なんか日本のテレビというか、てかテレビ嫌いそうだよね。藤井さん結構テレビ嫌いそうな感じだったな。この、
なんだろう、日本のテレビの縮図というか、ワイドショーのね、常になんかもうハイエナのようにね、ネタを探してる感じね、がこの出てたのと思います。で、その取材に来るね、そのテレビの人たちの描写も含めてなんかろくな描かれ方してなかったんでね、テレビの報道、まあワイドショーとかあの辺のね、周りの人たちも結構嫌いなのかなと思ったりしましたね、勝手にですけど。はい、なんかこの辺からトールがね、まあ、こいつ犯罪者だろみたいなこと言うんですけど、いや違うんですよね。ユウはね、父が犯罪を犯したから村八分に会ってるんですけど、いや関係ないじゃんって話なんですよね。もう父親も死んじゃってるし、もうね、という感じでね、なんだろう、この作品のテーマみたいなものがこの辺で出てくるんですけど、犯罪者の家族は犯罪者なのかっていうところが、これはまずあったなと思いますね。はい、まあ、桂木事件っていうね、映画でもありましたけど、あの映画はもろにね、犯罪者の家族は犯罪者なのかっていうか、犯罪者のを育てた親はどんな親なんだみたいなね、話になってましたけど、まあ今回はね、本当に罪がないというか、外的要因のせいでこの超落ち込んでるというか、もう誰とも接したくないみたいな人になってるっていうところですよね。はい、だからなんだろう、どこが始まりなんだろうみたいなね、話にもなってくるというか、まあ、最後の方とかね、一体ね、何が原因なんだろうというか、一体どこが最終的に原因でこういう現状になっているのか、でどっちが本当に悪いのかみたいな話になってきますね。まあこの辺の問題提起は結構面白かったなとは思いましたね。はい、でこっからね、ユーがねどんどん広報の仕事をしていって、広報の仕事をしている描写と、裏のね、夜の、まあヤクザの廃品回収の仕事と、表と裏、光と闇みたいなモンタージュがここで入るんですけど、これがねうまい、ここ良かったっすね。ここは僕結構好きだったかな。はい、まあ見たことないモンタージュ、脳に、まあ、クラシックみたいな曲を合わせて、昼の太陽の下で踊ってる描写、歌ってる描写、まあそれに反して鐘をね、暗いところで鐘を数えて、それでね、廃品回収のこう土で埋めてる描写みたいなね、いやー、このなんか本当にコントラストが効いてたなと思いますね。はい、でトールね、はい、トールがまた豪華見せみたいなことをしてますね。はい、いやもうまんまじゃんっていうね、宮本から君へじゃんっていう感じでしたね、完全にね。この辺からちょっとね、なんか、あ、結構マイルドかもって思い始めましたね。結局その豪華も未遂で終わるし、悪役の人たちも結構表面的なね、悪さというか、本当に悪いなって感じはあんましないですよね。結構軽いというか、はい、そういうのがちょっとこの辺で見えてきちゃったかなと僕は思いましたね。まあまあそういうのはあるんですけど、このワンカットね、そう、ここでワンカットきます。あの長回しのね、庭での喧嘩ね、ここは良かったと思いますね。はい、ちゃんと本人がやってたし、まあ入れ替わってんのかな、途中横浜流星がね後ろ姿だけだったりして、もしかしたらね、このフレームアウトしてるタイミングに、あの役者が入れ替わってるかもしれないんですけど、うん、これはかなり見応えあった、うん、ワンシーンでしたね。てか、まあ、この作品で一番突出してるというか、まあ、絵的に面白いところかなと思います、うん、でテレビで出てね、でどっち言うんだろうみたいな、うん、もうぶっちゃけちゃうのかなと思ったら、言わないんですよね。ぶっちゃけないんですよ。あの、面の皮なんですよね。で、この辺から、脳とね、繋がってくるわけなんですね。仮面っていうところですよ。ユーが、もう完全に、仮面を被ると。どうしてもね、クソくだらねえね、街に、蓋をするというか、仮面を被って、この、もう本当に、どうしようもないけど、なんか、いいところのように見せるというね、広報活動をしていくと。まあ、このね、メタファーというか、この脳とのね、この暗喩のつながりは、まあ、うまいなと思いますね。ユウにも、その悪い方、まあ、村長か、にもそうなんですけど、そこまでして守りたい村には全く見えないというか、なんでそこまでして守りたいのかが、わかんないんですよね。なんか、うん、そういう問題定義なんですかね。それがちょっといまいちわかんなくて、そこまでしてね、そんな手を汚してまで守りたい村って何ですかっていうね、そこまでして守った結果そこに何あるんだろうっていうね、まあそういう問題提起なのかなって気もしましたね、なんとなくね。っていうのは、まあここでこの辺でなんとなく浮かんでくる全体のテーマみたいなところがね、浮かんでくると。で、村長がね、結局ね、プレッシャーかけてくるんですよね、この後。トールがね、いなくなってね、ああ、もうついにこの自由を手にしたんだと、そう思った
矢先ね、その村長がね、もう手のひらぐるってね、ひっくり返してね、この水質汚染さ、なんとかしといて、つって、めっちゃ無茶ぶりしてくるっていうね。だから前半とここでね、変わってくるんですよね。前半は、父の犯した罪を、背負わされる優っていうところですね。で、後半は、会社てか、村が、起こした罪を背負わされる優というね、もうずっと背負わされてるっていうところですね。で、まあそういうことがあって、あと弟がね、バイオハザードのね、やばい物質をなんか見つけちゃって、で、そのなんか警察にね、通報してなんかいろいろバレてって、どんどんね、どん詰まっていくんですけど、で、もうどうにも首が回んなくなってって、でもさらにね、美咲の弟もね、事故ってちょっと怪我させちゃったりね、して、もうどうしようかっつってね、なるんですけど、で、まあこの後で回想シーンか。回想シーンであのね、美咲が、トールを殺してるっていうのがね、わかるんですけど、これは何でしょうね。だから、主人公のキャラクターがね、他人の罪を背負い続ける男っていうところで、まあ自分で殺してないんだろうなっていうのは多分みんなね、うすうす感じてると思うんですけど、まあ無意識的にも多分わかってると思うんですよ。みんなね、見てる人。なんで、ここでね、美咲がトールを殺してるっていうところね、なんか、そんなに意外性がないんですよね。だからここまで引っ張った必要が、なんかそんなにないっていうね。なんかその後半がね、結構この観客の想像を超えてこない気がするんですよね。ある種ここで裏切られるというか、裏切ってほしいところで裏切ってくれなくて、裏切られるというか、ここがちょっともったいなかったかなと思いましたね。はい。ここ逆に中盤でね、殺してるっていうシーンを見せておけば、後半のね、汚染物質が出てきたり、で、この掘られてね、死体が出てきたりっていうところが、このバレるバレないミステリー、サスペンスみたいなところが生まれて面白くなったんじゃないかなと思ったんですけど、その面白さを犠牲にしてまで最後に引っ張る必要あったのかっていうのは結構疑問に思ったポイントですね。はい。ここがなかったらな、もうちょっと、楽しめたかなって気もするんですけど、やっぱそうだよね、だよねって感じですね。まあそうですね。だからその最後の村長の家のね、下りもなんかまあそうなるよなって感じが終始しちゃって、最後がかなり尻すぼみになっちゃったなという、イメージですね、この作品に関して。中盤ぐらいまで結構面白かったんだけど、思ったよりツイストしなかったというか、思ったより展開していかなかったっていうところですね、この作品に関しては。最後燃える家を見てね、全ての罪から解放されて、笑っているね、泣きながら笑う優で終わると。はい。まあ泣きながら笑うっていうのはね、このかなり納得できる、ラストではありましたね。だから本当にこの中盤以降の展開かなりもったいないかなという感じですかね、この作品は。まあね、ビレッジより最後まで行くの方がね、なんかめちゃめちゃ宣伝されてるから、なんかそっちの方が面白いのかなって気もしますね。そっちの方が力入ってんのかなって気はするんで、まだこの藤井さんのね、作品何本か見てみないと分かんないなって感じはしましたね。次回はですね、ゴールデンウィークがちょっと忙しくてね、はい、ちょっとね、あんま動けないんで、ガーディアンズも見れないし、あとマリオも見れないんですよね。はい。マリオはワンチャンやるかもしんないです。はい。ちょっと一周遅れぐらいで出すかもしんないですけど。まあ来週はとりあえず何かしらの動画が出ますという感じでございます。で、皆さんのね、ビレッジの感想もお待ちしてます。そんでもって、高評価、チャンネル登録もしていただけると幸いでございます。それじゃあまたお願いします。